SP とオルカン、まあ、究極の選択、あえて言うならどちら？あえて言うなら自分だと結構、ただ投資をやっぱり見てみると米国株 100% の方も両方持つと結局は約 80% ぐらい米国に偏ってしまうことになるので、より賢い資産形成をするために SP500 オルカンにですね、何か加えたらいいんじゃないの。そこで私なんか日本株いいんじゃないのって思うわけですよ。最近はその日本株がやっぱり注目されているっていうのは間違いないので。こんにちは、三井住友 DS アセットマネジメントの白木でございます。小林さん、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。 YouTube のバンクアカデミーを運営しています小林亮平です。さて、いよいよ、新ニーサスタートしましたが、まあ、実際何を買うか、どういう投資するのか悩んでる方も多いと思うんですが、これからどうやってこの新ニーサを活用していくかというのを考えた時にですね、小林さん、今はやはり S&P500 といわゆるオールカントリー、オールカンが人気なんですけれども、小林さんどういうふうにお考えですか？はい、まあ、実際に僕もこの2つには S&P500 とオールカントリーには投資をしているので、まあ、将来性は結構見込めるかなと思っているので、まあ、全然ありなのかなとそこは思っていますね。まあ、S&P もいいけれどもオールカンも実際に投資されている、はい、ということですよね。この人気の背景っていうのは小林さんどういうふうに捉えられてますか、はい、考えられてますか？まあ、特に最近の相場をこう、まあ、パッと見てしまうと、米国株式も全世界株式も、まあ、最近は特にこう値上がりが急激にこう続いているので、まあ、これを買っておけばもう今後も値上がり益が期待できるんじゃないかっていうのを感じてしまうのがまず一つあると思うんですね。はい、はい。まあ、あとは米国単体で見ても、まあ、今後も人口が増えていくっていうことが期待できているので、まあ、その点から見ても人気なのがまた出てきているんじゃないかなと思いますね。確かにね。ではまあ詳しい話に入る前にですね、 S&P500 とこのいわゆる MSCI のオールカントリー、これについて中身についてご説明したいと思います。まず S&P500 ですけれども、これはニューヨーク証券取引所、それからナスダックに上場している代表的な500銘柄、これを指数化したものですね。アメリカ市場における時価総額の約 75% これを S&P500 がカバーしているというふうに言われてます。ですので、まあ、S&P500 持ってれば大体アメリカ株の動きは、こう追っかけることができるのかなと。で、内訳について見るとですね、やはりその存在感が大きいのが、大手のハイテク7社、いわゆるマグニフィセント7と言われる7社ですね。マイクロソフト、アップル、アルファベット、アマゾン、NVIDIA、メタ、そして、電気自動車のテスラですね。この7社のことを、まあ、最近マグニフィセント7なんて言ったりするんですけれども、これが大体3割弱を占めてますよと、まあ、それだけハイテクのウエイトが高いのが S&P500 ですよと。まあ、ちなみに、まあ、ここまでウエイト大きくなったのはマグニフィセント7、この株価が非常に好調だったということで、まあ、この10年間で約4倍になっているということで、かなりのウエイトを今占めるまでになっていますと。こちらのチャートを見ていただきたいんですが、マグニフィセント7、S&P500、それからマグニフィセント7を除く SP500、この3つのですね、時価総額の推移を見ていただいたものなんですが、これ一目瞭然、マグニフィセント7ばっかり上がってて、これを除くと S&P500 ってあんまり上がってないなっていうふうに私には見えるんですけれども、このあたり、小林さん、どう整理したらいいんですかね。これもなんか以前 SNS でちょっと議論になったところ、議論になったというか、結局この S&P500 を買うんじゃなくてマグニフィセント7を買えばいいんじゃないかっていう、今後もっていう話が出てきたんですけど、いや、それはその以前この今後伸びるだろうっていうのがもう分かってる人がそれができるわけであって、昔のところでマグニフィセント7が伸びるっていう予想はなかなか難しかったじゃないかなっていうのがやっぱりあるので、なのでやっぱり幅広く分散しておく S&P500 がやっぱりベターになるのかなっていうのは思いましたね。マグニフィセント7に入れ替わってまたのし上がってくる銘柄が除く、S&P500 の中に入ってる可能性もある、そういうことですよね。はい、そうなりますね。なるほど。続いて、オールカントリー MSCI オールカントリーワールドインデックス、皆さんオルカンオルカンって言いますね。アメリカ人の人は略称でアクイなんて言ったりするんですけれども、先進国、それから新興国、
合わせて約50カ国の株に分散投資しているインデックスになります。銘柄数が3000弱、ざっくり2900銘柄が入ってますと。でこれを時価総額で安分して指数化したもの、これが MSCI アクイオールカントリーワールドインデックス、いわゆるオルカンってやつですね。こちらの、まあ、全世界に分散投資するインデックスになってるわけですけれども、一つの国に集中しないということで、カントリーのリスクがある程度緩和されてますよということ。それから中身で見ていくと、アメリカ株、こちらが約6割、詳しく言うと 62.7% がアメリカ株になってます。ちなみに私たち日本の株も 5.5% 入ってます。ちなみにですね、ネットなんかで見ていると、いや、SP500 だよと。いやいや、俺はオルカンの方がいいと思うってことで、結構ですね、議論が盛り上がってたりするんですけれども、小林さんからすると、この SP とオルカン、まあ、究極の選択なんですけれども、はい、あえて言うならどちらでしょうかね。まあ、あえて言うなら自分だと S&P500 が結構面白くていいかなとは思っていますね。ただ基本的に、まあ、王道的なのを選ぶんだったら、まあ、全世界株式で世界中に幅広く分散投資しておこうっていうのが、まあ、教科書的な考え方ではあるかなと思うんですけど、まあ、S&P500、まあ、ひいては米国が今後も成長が期待できるなとは思っているので、まあ、個人的にはS&P500 だけでも面白いんじゃないかなとは思っていますね。ちなみにパフォーマンスだけ見るとやっぱり SP500 の方がいいですよね。1990年代 SP500 が圧勝して、で2000年代はリーマンショックあったんでちょっと負けてると、オールカントリーに対してですね。で2010年代、それから2020年代、もうあっという間に2020年から3年経っちゃったんですけれども、この期間いずれも、まあ、SP が圧勝してると。でちなみに、まあ、どっちを選ぶっていうのもあるんですけれども、選べないんだったら両方持っちゃいいじゃないかっていう、その、まあ、ある意味欲張りなチョイスもあるかと思うんですけれども、僕はその YouTube をやっていて、普段からその視聴者の方のご質問とかって結構いただいて、はい、それを毎日手作業で返したりしているんですけど、大変ですね。その中で、まあ、すごくよくいただく質問で、もうどっちか決められませんと、うん、なので、まあ、迷うんだったらどっちとも持つのはどうですかっていうのをやっぱりすごく聞かれるんですね。なるほど。まあ、それに対して僕がお答えしているのは、まあ、正直この S&P500 と全世界株式、やっぱり長い目で見て右肩上がりが続いてきたし、で今後の成長もまあ期待できるなとは思っているので、迷うんであれば両方とも持って、まあ、精神的なこの安定を自分の中で持っていくっていうのが、そのパフォーマンス云々ではなくて自分にとってこう納得できる考えになると思うので、それは全然両方持つっていうのはありかなとは思っていますね。はい。ま、ただその中身構成をやっぱり見てみると、全世界株式でも 60% は、米国なので、米国株 100% の方も両方持つと結局 は約 80% ぐらい、まあ、そうですね、構成のその合計では米国に偏ってしまうことになるので、まあ、そのほとんど米国に偏っていて、残りは 20% ぐらいはそれ以外の国に投資するっていうことが自分にとって腑に落ちるのかっていうところまで整理できると、まあなおよしかなとは思います。アメリカに、強くベットするっていうのが、まあ、若干緩和する程度ということで、確かに合わせて持ってもやっぱりアメリカが8割入ってるとなると、さっき出てきたマグニフィセント7、あのあたりにこうグッとリスクを取りに行ってるってことは変わらないですよね、合わせて持っちゃうと。はい、そうですね、うん、いわゆる SP500 とかですね、オルカン、これを買うっていうのも一つの選択肢なんですけれども、その皆さんのポートフォリオ運用をですね、もっと良くする方法がないのかなっていうことについて、今日は小林さんと掘り下げていきたいと思います。で新しいニーサ、まあ、新ニーサでいざ投資を始めると、ある程度、まあ、長期の運用ということが前提になるわけですけれども、小林さんがいわゆる長期運用で重要だと考えていること、どういった点がありますかね。はい、まあ、最近本当によくちょっと思うところなんですけど、まあ、いわゆるその投資をしていることをもう忘れているくらい、まあ、期月投資と言ったりもするかと思うんですけどもう投資してもうそれを一旦忘れて、あともうずっと寝かして放置して運用を続けていく、そうすると将来的な
値上がりが、気づいたら期待できているっていうのは、結構やっぱりこう人間の心理っていうのがこう投資を妨げてしまうところって結構あると思うんですよね。そうですよね。気絶投資すごいネーミング、はいそれくらい結構その初心者の方ともやっぱりやり取りをしていると、日頃からちょっと下マイナスでも不安になってきましたとか、やっぱりこっちの銘柄の方がいいんじゃないですかとか、結構やっぱりそういうところがいろんなところが細かく気になってくることってやっぱ結構あると思うんですよ ね、 そ, うですね。それがまたパフォーマンスに影響してくるので、そういう細かいところはもう忘れて、もうほったらかしにしているぐらいでやっぱりいいんじゃないかなっていうのは正直思いますね。その長期での投資をやるんだったら、もう投資したところから長い目で見ても上昇していればいいので、あんまりこう短期のところっていうのは気にしなくていいんじゃないかなっていうのは思いますね、なるほど。それも非常に重要なんですけれど、さらに私の方から提案したいのはですね、長期の投資で大事なのはやはり分散投資だと思うんですね。洗剤とかはこれ混ぜると危険ですよね。アルカリと酸混ぜると大変なことになるんですけれども、運用って混ぜることで、違うものを混ぜることでリスクが抑えられて、でも期待できるリターンが上がったりして、結局最終的にリスクリターン、長い投資で勝つ確率っていうのが上がる。絶対勝つとは言えないんだけど、勝つ確率が上がる。そのキーポイントって混ぜること、分散投資だと思ってるんですね。例えばですね、これ今見ていただいているのが、皆さんの、厚生年金とか運用している、GPIF、世界最大の機関投資家といわれる日本の年金を運用している GPIF さんのポートフォリオなんですけれども、非常にシンプルというか分かりやすいです。4分の1ずつ違う資産に分散させてるんですね。日本株、外国株式、日本の債券、外国債券、この4つに分散投資をすることで長い目で見て賢い運用しましょうよというのを実践してるんですね。これって別に GPIF さんだけじゃなくって、中近東のオイルマネーだったり、ヨーロッパの機関投資家だったり、カナダやアメリカの年金基金だったり、いろんな世界には巨大な機関投資家がいるんですけど、基本的にやってることは同じなんですよね。いわゆる分散投資ですね。動きの違う資産を組み合わせて有利なポートフォリオを組んで長く持ち続ける、この分散投資ってやっぱり投資の肝だと私は思うんで、ぜひですね、皆さんもこれ真似しない手はないと思うんで、分散を資産運用に取り入れていただきたいと思ってます。今回はですね、より賢い資産形成をするためにですね、 S&P500、 SP500、 ないしはオルカンにですね、何か加えたらいいんじゃないの、あなたのポートフォリオグッと良くなりませんか、そういった、手法についてですね、小林さんと検討していきたいと思います。ちなみに小林さん、この SP500 ないしはオルカンに混ぜるとしたらどういったものを勧められますか。はい、あくまで個人的な考えにはなるんですけど、2つあって、1つは、ナスダック100、ハイテク株ですね、アメリカので、もう1つはインド株ですね。で、ナスダック100の方は、この米国のハイテク株の成長っていうのが、先ほどの、ところでもちょっと見たように、近年かなり成長していますと。で、今後の成長もこの、米国のハイテク株っていうのは、こう日本にいる私たちでも結構Amazon 必ず使いますとか、iPhone をもうほとんどの人持ってますよねとか、そういうのを日本にいる私たちですら実感するので、やっぱりここのところは今後の成長も期待できるんじゃないかなというのは思っていますね。インド株についてはですね、2023年の半ばに中国を抜いて人口が世界1位になっている、なったと言われていると思うんですけど、インドはここがピークではなくて、2060年頃まで人口の増加が続いていくことが期待できると言われているので、人口の増加による経済の成長、さらに株価の上昇につながっていくことが見込めるんじゃないかなという理由で、インド株とあとはハイテク株が個人的には結構ありかなと思っています。確かに2023年を振り返ると、インド株もそれからハイテク中心のナスダックも非常にパフォーマンスが良かったんですけれども、非常に私も魅力的なチョイスかなと思うんですけれども、私はあえてですね、日本株をお勧めしたいと思ってますね。小林さん、日本株についてはどのようなイメージというかビューをお持ちですか。
はい、まあ、日本株についてはですね、まあ、さっきの、まあ、人口の観点から言うとやっぱりこの少子高齢化だったり人口の減少っていうのが、まあ、どうしても避けられない現状あるかなとは思っていますね。ただ例えば、まあ、日本を代表するトヨタ自動車のようなところは海外 その販売台数の比率っていうのが、まあ、国内に比べて非常に大きい部分がやっぱりあるので、そういった点で、まあ、世界中 の経済の成長の恩恵を取り入れることは、まあ、十分に期待できるかなとは思っています。私、まあ、日本株のファンドマネージャーとかもやっていたことがあるんですけれども、日本ではやっぱり日本株って人気ないんですよね。なんでかなと思うんですけれども、非常にパフォーマンスは、いい悪くないなのに皆さんこうピンときてないっていうか、あまり興味を持ってないで、誰が買ってるかっていうと海外投資家なわけですよね。で、今株主重視っていうことで配当を増やしたり自社株買いをしたり、どんどん株主にお金を還元していきましょう、株主に利益を持ってってもらいましょうっていうふうに日本の会社が変わってる、日本株が変わってるんですけど、どんどん海外の投資が持ってかれちゃうわけですよね。だからですね、パフォーマンス的にも決して悪くない、むしろいい部類 でこれからどんどん株主還元が改善していく日本株、これを注目しないっていうのは僕はないんじゃないのかなと思ってるんですね。ちなみに S&P500 非常に パフォーマンスがいいんですけれども、これ円で見るのとドルで見るのとでは全然絵が違うんですね。これ見ていただいた通り、赤が円換算の S&P500、 皆さんが見ている S&P500 ですね。で、ブルーが米ドル建ての S&P500、 これアメリカ人の人が見ている S&P500 ですね。100を起点にしてどれぐらい値段が動いているかというのを見ていただいているチャートなんですけれども、一目瞭然、これ円換算が圧倒的にいいんですね。で、これ何かもう皆さんお気づきの通り、為替が円安だったからなんですよね。じゃあ今後も円安が進むのかというと、まあこれは神のみぞ知るなんですけれども、まあ2024年、今年はアメリカが利下げしそうだと、で日銀もマイナス金利やめそうだという中で、このまま円安がどんどん進むのかっていうと、いろんな議論があるのは皆さんご存知の通りです。でそこで私なんか日本株いいんじゃないのって思うわけですよ。っていうのは、そのお金にまつわる悲劇って結局資産と負債、持ってる資産と借金のバランスが崩れた時起きるわけですよね。今人生100年時代ということで、皆さんこれから老後の資金を貯めていくわけなんですけれども、小林さんは老後はどこで過ごされるご予定ですか？老後ですか、はい、老後は今のところ変わらず日本ですね。ああそうですかもう私も片足突っ込んでるんで、このまま東京の下町で老後を過ごそうと思ってるんですけれども、仮に今 SP とかオルカン、特にドル建ての資産に集中的に投資されている方が、いや俺はハワイで老後過ごすんだよっていうんだったら、これは何の問題もないんですよ。将来払ってかなきゃいけない老後の資金、まあ、いわゆる借金ですよね。借金がドルなら資産もドルでいいんですけれども、老後資金円で必要なのに資産が全部ドルだと、このお金にまつわる悲劇に足を突っ込むリスクがあるってことですよね。そう考えると私は日本株っていうのを皆さん見直して、投資の一つのチョイスに加える必要があるんじゃないかなと感じています。米ドル建て資産での積み立て投資ということで、これ1ドル150円の状態ですね。で、将来必要な資金、いわゆる借金が4000万、住宅ローンとか教育費とか老後資金ですね、この必要な資金が4000万あって、で、積み立て投資で4000万円分、1ドル150円ですから、約27万ドル、26万7000ドルの資産。これってバランスした状態ですよね。これであれば問題ないんですが、次のスライド見てください。仮に1ドル150円から120円に円高になったときどうなるか。必要なお金って4000万なんですけど、一気に資産が3200万になっちゃうんですね。これっていうのが先ほどお話ししたお金にまつわる悲劇の典型的なパターンですね。で、このアンバランスが為替で自分の国の通貨がドーンと下がると一気に破綻するんですよね。これを避けるためにはやはり一定の円資産を持っておく必要があるんじゃないか。
小林さん、この点はどういうふうに考えられてますか？はい、まあ、確かに2023年一時1ドル150円を記録したところもあったので、そこのところで例えば投資をした時に今後1ドル120円だったりの円高に傾いた時にもそれだけで、為替による損失を受けてしまうというのは確かにあることなので、その僕も米国株だったり全世界株式に投資をするけれども、それと同じように例えば日本円だったり、まあ、円建てでの資産をしっかり確保しておくっていうのはこの為替を考えた時も大事だなっていうところはすごく共感するかなと思います。さらに詳しく言うとですね、日本株、その日本株の中でも私いわゆるバリュー株と言われる割安株がいいんじゃないのかなというふうに感じてます。でちなみにこちらのスライドですね、PBR1 倍割れの銘柄の割合、いわゆる割安株の銘柄の割合ですね、これを国際比較したものです。で日本では、上場している株の約 49% ほぼ2社に1社ですね、これが PBR1 倍割れてるんですね。そういう意味では非常に割安な株が多いよと。で一方でアメリカって 4% しかないんですね。で日本ってそういう意味では割安な優良株の宝庫と言ってもいいかと思うんですね。例えばウォーレン・バフェットが去年追加投資をして話題になった総合商社とかですね、非常に割安なんだけれども会社の内容が良くて将来的にも業績が出てくる、そういった確信度の高い、いわゆる優良な割安株の宝庫、これが日本なので、ここに投資しない手はないんだろうなというふうに考えています。でちなみにパフォーマンス、こちらに出ているのがバリュー株、トピックス、グロース、この3つを並べてみたものなんですけれども、まあ、この期間を取るとやはりバリュー株が圧勝ですよと。バリュー株、グロース株について簡単に説明すると、いわゆる企業の本質的な価値、企業が持っている資産だったり稼いでいる利益、これに比べて割安な評価がついているのがバリュー株で、一方で非常に売上とか利益の成長率が高くて将来の期待値も高い、こういったものがグロース株になります。で、見ていただくと一目瞭然なんですけれど、日本では長期的に見てですね、バリュー株の優位が続いてますと。でバリュー株投資っていうのは、みんなの悲観だったり不人気なものを買って人気が出てきたら売るっていう、ある意味投資の王道なんで、バリュー株がパフォーマンスいいっていうのは、まあ、ある意味当然といえば当然だと思うんですよね。ですので、日本株のバリュー、日本株の割安株を、ぜひ、SP500 ないしはオルカンに組み合わせてます。これがいいんじゃないのかなというふうに考えてます。日本のバリュー株に対するその小林さんの見方とか、合わせ持つっていうその投資手法について小林さんのご意見伺えませんか？はい、おっしゃる通り、確かにその、割安というか、安いところで買って高くなることを期待するっていう意味では、投資の王道であることは間違いないかなとは思いますね。最近日本でもやっぱり株主還元を意識して、増配などに積極的な企業っていうのが多く見られるようになってきたので、合わせ持ちという観点でその、日本のバリュー株を持ってみるっていうのはありかなとは思います。三井住友 DS アセットマネジメントデジタルマーケティング部の水上と申します。最後に私から新しいNISAの対象商品となっている弊社のファンドについてご紹介させていただきます。バンクアカデミーの小林さん、引き続きよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。新しいNISAの対象商品で先ほど話題にも上がりました日本のバリュー株を投資対象としている弊社のファンドですが、成長投資枠で三井住友 DS 日本バリュー株ファンド愛称黒潮、積み立て投資枠対象で大和住銀 DC 国内株式ファンド、この2つのファンドがございますが、今回は積み立て投資枠の大和住銀 DC 国内株式ファンドについて小林さんの目から見て S&P500 とオールカントリーにちょい足しするファンドとしてふさわしいかどうなのか、丸×の札でご判断いただきたいと思います。小林さん、お手柔らかにお願いいたします。はい、お願いします。当ファンドでは ROE を考慮した適正 PBR に注目しています。こちらのグラフの通り、収益力や成長性の指標である ROE を考慮した PBR、ROE モデルで算出した適正 PBR を基準に、
割安・割高を判断し、適正 PBR 未満の銘柄を主な投資対象とします。ちょっといろいろ喋ってしまったんですけど、このような評価モデルについてどのような印象を持たれますか？はい、評価モデル自体はいいなと思いますね。というのはこういった指標ってその一つだけ見るんじゃなくて複数の指標から判断していくのってすごい大事だと思うの で、はいはい、でまあ、ROE が高いとそれだけまあ、自己資本を活用して、まあ、利益を生み出すっていうことができているので、まあ、利益の積み増しによって将来の、PBR ですねにもいい影響が出るなと思うのでいいなと思います。ありがとうございます。当ファンドが運用開始したのは2006年の10月、約17年の運用実績があり、設定来比較的こう堅調なパフォーマンスを上げています。11月末時点の基準価格は 25,209 円となっていまして、ベンチマークとするトピックス配当込みを上回る運用成果となっています。なお基準価格は信託報酬控除後です。当ファンドについて率直なご意見いただけたらなと思っております。はい、過去17年ですよね、はい、で、まあ、トピックスを超えて、まあ、高いパフォーマンスになっているので、はい、その点は評価できるかなとは思います、はい。まあ、ただその新NISA で非課税期間が無期限になるっていうところで、まあ、長期で運用していった時に、まあ、いわゆるその多くのアクティブファンドはインデックスファンドにまあ負けてしまうっていうのはよく言われるところかと思うんですけど、はい、 そうですね、それが長期でもこの高いパフォーマンスを維持できるかっていうところに結構その見ていただいている方も気になってくるんじゃないかなとは思いますね。はい、ありがとうございます。まあ、ここから20年30年という形で投資家の方々にはご投資を検討いただくことになるかなと思いますので、まあ、そこはもう当社の手腕にかかっているところかなと思います。ちなみに結構純資産総額とかも見られたりってしますか？小林さん、純資産総額はそうですね、一応参考までには、はいはい、しますね。僕のチャンネルは初心者さんがすごい多いので、純資産総額正直いくらぐらいというか、はいはい、この金額ってどうなんですかっていうのはすごい多いので、はいはい、少なかったりするとっていうことですか？そうですね、はいはい、なので、まあ、例えばこちらのファンドだとだいたい500億ぐらいですかね、はい、はい、まあ、だと運用が続いていく上では特段問題はない水準かなとは思いますね。ありがとうございます。先ほど長期間資産形成をしていく方にとっては、まあ、今後のパフォーマンスもなんていうお話もあったところではあるんですが、まあ、一旦ちょっとここまでのというところで見ていきたいと思うんですけれども、まあ、運用を開始した2006年のところから、月5万円ですね、積み立て投資をした場合の評価額について積み立て総額のまあ約 2.6 倍になっております。では小林さん、ご判断をお願いいたします。はい、まあ、僕はあくまで基本的にはその S&P500 と、はい、オールカントリーどちらかでいいかなっていう考えはまあ変わらないんですけど、はい、まあ、こちらのファンドその過去17年、まあ、20年弱のところでしっかりと高いパフォーマンスが出ているっていうところは評価できるかなと思うので、まあ、あと一つその日本株のバリューですねを加えたいなと思っている方にはまあありなんじゃないかなと思っています。はい、ありがとうございます。今日はまあ日本株のバリュー株から、まあ、今回その投資対象とする弊社のファンドをご紹介させていただいたんですけれども、どうですか、率直にいかがでしたか？はい、はい、僕が普段 YouTube でもあんまりこう日本株の話をするということがあんまりないので、まあ、すごい新鮮で、はい、自分も勉強になりました。はい、良かったなと思います。はい、まあ、特に最近はその日本株がやっぱり注目されて、はい、いるっていうのは間違いないので、まあ、なのでその日本株で特にバリューを着目して、はい、こういったファンドを見てみるっていうのは、まあ、その投資のその勉強というか、はい、うん、参考にする上では大事なんじゃないかなと思いますね。分かりました、ありがとうございます。長期の資産形成を見据えて投資を始めようとお考えの皆様についてはぜひ選択肢の一つとして大和住銀 DC 国内株式ファンドご検討いただければ幸いでございます。